カラとトリマン10月営業終了。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月30日土曜日。はい、というわけでね、10月も無事ね、なんとか営業を終えることができました。皆様ね、ご支援ありがとうございました。はい、というわけで、早速ね、結果発表をしてまいりたいと思います。はい、前年2020年対比 100.1%、 前年対比 100.1% となりましたと。で、これ前年の方がね、1日営業日数多かったんで、まあ実質もうちょっと上と言いつつね、まあ 100.1 でしたと。はい、で2019年対比、コロナ以前の2019年対比が 102.9% でしたと。まあ、こちらも営業日数が2019年度の方が1日多かったですということで、まあ曜日のね並びで1日両方とも1日多かったですよという感じです。はい、というわけでね、まあなんとかギリギリ前年アップもね、前々年アップもコロナ以前のねアップも勝ち取れましたけれども、まあこれはね、まあ毎月言ってますけれども、昼とね、もう昼のお弁当の売り上げ入れての昼夜足しての売り上げでこのカツカツ上回ってるだけなんで、ちょっとね本当に悲しくなるんですけれどもね、特に今月は、ぶっちぎる予定だったんで、まさかねこんなに選挙にね、振り回されて、10月のね半ばから一気に売り上げがね下がるとは思っても見なかったんでね、まあ去年の、まあコロナ禍、まあ10月はねお弁当やってなかったんで、まあその分ね、まあ時短営業明けということで、でなおかつ10月のね前半16日ぐらいまではね、絶好調だったので、まあ絶好調というか、まあ昼夜合わせての数字で言えばですね、まあ数字を残せてたので、よしこのままね行ければ結構意外と伸びるなと思ってたら、まあ選挙だったと。しかもあの山口県は参院補選と、衆院選で、ね、このための衆院選がダブルでありましたので、まあその選挙の、期間が長かったということでね、丸々2週間食われ待ちしたので、まあその影響もあったと、思いますと。はい、でまあね今月はねきつかった。もう、心身ともにね、きつかったっすね。もう一番ピークがね、おとついかな、金曜日。おとついよね、金曜日か。金曜日。金曜日ね、もう、限界来ましたと。もう限界言うてますけれどもね。ああ、これもうちょっとやばいから、もう、11月のね、一日、休みもらってから、もうこれ、31と一日ちょっと連休取って、休もうかなとね、もう本気で思ってた頃ですよね。まあそれがちょっとね、金曜日のね売り上げがまたちょっとね盛り返したのとね、まあ、今日のね土曜日、も良、かったわけなんで、まあそちらの方でねまた、まあ、商売人はね、あの諭吉を触ると元気になるという法則で、ちょっとね戻しましてね、いかんいかんと弱気になっとったと。弱っとる場合じゃねえぞと、年内は、休まずやると、まあ、定休日以外は休まずね営業日数ね確保してやるぞと、またね思い直して、現在に至ってるわけでございます。はい、でまあねちょっと弱ってた影響と、まあ夜がねちょっと戻ってた、まあ、前半はね戻ってたので、まあその感覚でね、まあ、後半もずっと準備をしてたわけなので、まあ昼のねお弁当の方がまあそんなにね伸ばせなかったんで、まあ合計で言ったらですね492個、まあ26かけあと金額で言うと27万6千円でしたと。でまあこれを26で割ると1万408円なんで、まあ目標としてのね、1日1万円は、確保できたということなんですけれども、まあちょっとね伸び悩みというかへこむ日がね、前半に多かったかな。で、ちょいちょいありましたので、まあ、後半ね、朝日新聞様にね、掲載してもらって以降はね、ずっと、もう早い時間帯にね、完売ができておりましたのでね、まあ、後半は、まあ、安定してくれてたかな、という感じでございます。で、今日が、30日土曜日、今日が、
まあね、金曜日まではね、新聞効果で、もう12時のね15分ぐらいまででね完売できてたのがやっぱ土曜日ということでね、まあちょっとお弁当需要が、落ち込むね日でも曜日でもありますので、まあその影響で、まあね、1時ちょい過ぎぐらいかな、までちょっとかかりましたよと。でまあラストね、ご近所の花屋のお姉さんがね、買ってくださって完売20個ね完売できましたということで、月曜日が20、火曜日が20、水曜日が20、木曜日20、金曜日22個、で土曜日が20個と、今週は全部ね、20個オーバー、売れましたということになりました。はい。で、ね、月変わりまして、11月からは、50円アップして、600円、とさせていただきますと、もう原材料費の高騰が、まあ、ちょっとね、もう、自分でね被るにはあまりにもね、上がりすぎてるので、まあ、これはちょっともう価格転嫁せざるを得ないということで、まあねどうなるかわからないですけれどもね、上げて売れなくなるね可能性もありますので、まあそういう、まあ、リスクもありますけれども、まあね上げないで現状維持でやってても、しんどくなる一方なのでね、続かないと思いますので、まあ、上げさせていただきますということでね、ご迷惑おかけいたしますけれどもよろしくお願いいたします。で夜がですね、夜がちょっと今日はね、結構常連の皆様ねご来店くださいましたりとかね、地域の皆様、ご家族連れとかがね多かったですね、まあ、ただね終わってみたら、昼夜合わせて、炸裂できましたけれども、まあ、冷静にね、分析して、まあ、今山口県のね安心安全ステッカーというね、まあ、全国どうでもやってるようなコロナ対策をしてますよっていうね、県からの認証をね、そのチェックする人が来て、で、まあ、それをね、守って営業しましょうというようなね、まあ、取り組みの方に参加しておりますので、まあ、そのね、結果、席をね、削らざるを得ない部分が出てまいりましているので、まあ、言ったらね、席削るということは、まあ、それだけね、売り上げ減るということなので、まあ、飲食店の売り上げ、ね、席数かける、売り上げ、客単価なんで、まあ席数が減ってるわけなんで、忙しい時でもねマックス入ったとしても、席を削っておりますので、でまあ今までだったら詰めでね、お客さんね、こう入れてたのをこう割りかしったりねした感じで、入ってもらうというかね、でまあごめんなさいっていう風になっちゃいますので、まあね、日本経済というか、まあその時短営業明けとか、まあアフターコロナが7割経済になるよとか、まあね、言っておりましたけれども、まあ多分全国どこでもそうだと思いますけれども、まあその基準をね、守って、やろうと思えばですね、席を削ってるわけなので、まあこれまたね、7割、8割経済、7割、8割売上になっちゃいますので、きついね、と。改めましてね、ちょっとね、まあ選挙期間中ね全部暇だったんだけれども、まあ週末だけはね金土だけは、ちょっと忙しかったんですけれども、まあそういう影響でね、まあ、席数削っておりますので、まあそのマックスが限られておりますので、その需要がある時でもねこう全部入れれるわけではないので、なんかね、まあ、その辺がもどかしい部分もありますのでね、上値が負えねえなというのがね、本当、まあ、正直な、感想と、葛藤、憤りですよね。で、まあ、なおかつ、ね、ビビったというか、びっくりこいたのが、もうね、時短協力金が、なんか書類の不備がありまして、不備な点をね、変更して送り返してくださいということでね、まあ、足してくださいということで、そのメールが来たのが、9月の29日かなに送って、送りましたってなってな、受け付けましたっていうのがなってて、で、その不備をね、お知らせするメールが来たのが10月29日だったんで、ちょうど1ヶ月経ってからのね、そういう、お知らせというか指摘のね、メール、改善メールが来たので、これはね、本当にもう、たまらんなということですよね。何のために、時短協力したんかなというね、ちょっと本当憤りしかなかったですね。はい。これ本当に
まあ、うちは時短営業中も時短営業時間を守りながら、まあ、全部ね開けてたわけなんですけれども、これ普通に休んでるとこで時短協力金遅れてたら金回んねえよなと、ね、普通に思いましたということなんで、ちょっと舐めてんなというのが、まあね、本当に、心からこう込み上げてくる、怒りというかね、まあ、お言葉です。まあ、大元正せばね、その不備があったら自分が悪いということになるんでしょうけれどもね、ネットでね申し込みしてるんだから、こうポンポンポンとねメールで、指摘ね、してくれればすぐ改善してね、送り返せるのにね、1ヶ月後に改善点をね、指摘されてもね、おい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 と、年内にちゃんと入金できるんかと、ね、もう本当にちょっと憤りしかないですね。はい、というわけなので、まあ、休んでる暇はねえなということなんでね、まあ、売り上げを作っていくしかないなと、ね、誰だ協力金バブルとか抜かしてんのはと、ね、本当にもうよその地域はね、まあ、そのバブってるんでしょうけれども、山口県はねそんなバブってるような感覚ねえぞと、いうのがね、当人の、感想でございます。はいはい、というわけでね、もうフラフラでしたけれども、なんとかね10月もね無事に乗り切れることができました。ありがとうございました。でね、ほんと10月はね、ほんとにねいろんなねミラクルがね起きまくってたんでね、ちょっとね自分でもね怖いぐらいだなっていうのね、奇跡が起こりまくっておりまして、さらに11月ね、その、結果というかですね、もうね夢は叶うんだなというようなね、本当に事柄が11月起きます。はい、奇跡が起きます。楽しみです。はい、まあというわけでね、まあ今年もね2021年も残り、11月12月のね2ヶ月になりましたので、これはもうね、疲れた、死ぬとかね、もう限界だとか言うとる暇もないんでね、もうなんとかね、栄養ドリンク飲もうが何しようがね、突っ走っていくしかねえなと、いう感じでやっていきたいと思います。まあ、あと11月から、まあ、そのね鳥まん弁当が50円値上げしまして、550円だったのを、税込みで600円で販売しますということになりますので、まあ、これがね、まあね、そのまますんなりね受け入れていただければいいんですけれどもね、受け入れていただけない場合はもう、終了となっちゃいますので、まあこれで売れないからってね値段下げるようなことはもう多分しないと思いますので、まあその時どうしようかという感じですよね。はい、またとりあえずやってみるとね、まずはやってみろと。はい、であとはやってみた結果をね、まあね直現実を受け入れて、まあそれをねどう改善するのか、まあどうするのかっていうね、またそこで決断するだけなんでね、まあとりあえずやってみろということをね、やっていきたいと思いますので、はい、まずはね、行動してみようと思います。はい、というわけで皆様ね10月大変お世話になりました。さっきね途中で終わってましたけどね、お弁当の話ですけど、まあちょっとねバテてたのもあってあんまり上値を追えなかったんですけれども、今月が492個なんですけれども、まあ、今年のマックスが6月の846個売ってたんですよね。すげえ売ってたなと。今思えばね、よう売ってたなと。うん、まあ、夜がね、暇だったのもあるんですけれども、まあ、それでもね、かなりもうなんちゅうんですかね、もうお弁当杯に入ってた時ですよね。で、まだ体も動いてたんでしょうね。もうなんかゾーンに入ってた、お弁当ゾーンに入ってた数字ですね、これは明らかに。でも492を見るとね、もう疲労困憊で死にかけてたのがよくわかりますね。もうお弁当チャートをこうね見てみると、チャートを作ってみたらね、私の体調と、ねその弱り具合とかね、まあそういうのがわかるんではないでしょうか。お弁当が基準のような気がします。はい、まあそんなこんなでね、また11月も皆様よろしくお願いいたします。ご予約の方もねお待ちしております。0832321619までねお願いいたします。はい、でチャンネル登録の方が、573人となっておりますので、537人ね高止まりになっておりますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。